一緒に書いてみよう。お椀の上にご飯こぼれちゃった、こぼれちゃった。お椀の模様はまるっとハート。ちょうちょさん飛んできたよ、こっちにも一匹。まつげとお口預けてプリルちゃん、体もかくよ。お餅伸びたよはダメ、刺して食べよう。財布二つにハートのクッキーも、色も可愛くなるよ。できた、僕もできた。さんさん上手。僕もできたよ。バナナ、だってお腹空いてたんだもん。みんなは上手に描けたかな。楽しかったらグッドボタン。あ、くもりん。くもりん、どうしたの？さんさん、たまに、さっきアニエの動物さんたちに似顔絵を頼まれたんだけど、全然描けなくてみんな怒っちゃったんだ。くもりん、どんな絵を描いたの？これはダチョウ？キリンさんだよ。かき歌を歌おう。そうすればきっと上手に描けるはず。それなら僕も描けるかも。あ、パンダさんが来たよ。早速描いてみよう。うまく描けるかな。みんなグッドボタンで応援してね。大福ひとつ、いよいよこれは豆大福。ひとくちかじら、豆が飛び出しちゃった。あっという間にパンダさんだよ。できた！パンダさんも喜んでくれたみたい。次は誰を描こうかな。あ、キングゴリラさん。次はゴリラさんを描こう。頑張るぞ。のおかげでしょ。あ、ねえねえさんさん、面白いこと思いついた。面白いこと？さっきは動物さんを見ながら絵描き歌を描いたでしょ。次は何の動物さんかわからないように絵隠しして、さんさんの絵描き歌だけで動物さんを描いてみるよ。歌だけで本当に描けるの？くもりん天才なので。大丈夫かな。あ、次の動物さんが来たよ。さんさん歌って、歌って。わかった。みんな、次も僕がお絵かき歌を歌うよ。何の動物さんの歌かみんなも考えてみてね。ちょうちょが一羽飛んできました。池ができたら川が流れて、お目目をつけて動物さんできた。できた！くもりんちゃんと描けた？え、なにこれ！ひひ、途中からわかんなくなっちゃった。わあ、ゾウさん？正解はゾウさんでした。全然ゾウさんにならなかったよ。歌だけで描くのはやっぱり難しいね。くもりん、これから僕がお手本を見せるから一緒にゾウさんを描こう。みんなも一緒に描いてみてね。頑張るぞ。ちょうちょが一羽飛んできました。池が
クイズタイム。最後にやってきたのは何の動物さんだったかな。わかった子は LINE で教えてね。じゃーん、こんな動物。そうだ。わーくもりーん。絵描き歌でパウパトロールを描いてみよう。みんなも一緒に描けるかな。大きな山を見つけたよ。下には川も流れてる。あっちにも大きなお山さん。綺麗な月もありました。お日様さんさん出てきたら、洞窟二つ見つけたよ。鳥さんも空に飛んでたよ。羽がひらっと落ちてきた。これは誰だ。あ、僕わかったよ。チェイスだ。今日もパトロールだ。チェイス出動。次は誰かな。大きなお団子食べたいな。上にお花もつけまして、お豆もつけて食べたら、お目目が出るほど美味しいよ。お団子二つ乗っけたら、ぴょんとこっちにもあっちにも、また飴つけて食べたら、ニコニコとっても美味しいよ。この子は、わかった。空を飛ぶのが大好きなスカイだ。今日もビューとひとたび。スカイ行きます。次は誰かな。階段登ってまた降りて、水たまりを見つけたよ。種を一つ落としたら、芽が出て葉っぱが出てきたよ。雨がザーザー降ってきた。ポツンとこっちもあっちにも、ぽちゃんと二つ水たまり、上がって虹も出てきたよ。誰かな。力持ちといえば、あ、もしかしてラブル。ラブラブラブと言ったんで、ブルッと任しとき。最後は、 UFO がお空に飛んでたよ。宇宙人の影が見えてるよ。下から明かりを出して、宇宙人さんが降りてきた。ボールで一緒に遊ぼうよ。もう一つおまけにどうぞ。いっぱい投げて遊んだら、ノロが飛んで大変だ。これはもしかして、火事が起きた時に活躍するよ。よくわかった。マーシャルだ。パパウッド燃えてきた。パウパトロール全員集合。みんな上手に描けたね。どんなトラブルもパウッド解決。みんなは上手に描けたかな。楽しかったらグッドボタン。僕たちのクッション発売中。もうすぐ小学生になったり、クラス替えする子も、学校や保育園、幼稚園でぜひ使ってみてね。おうちでも使えるよ。僕たちの LINE を開いて、この画像をここから簡単に変えるから、大人の人に相談してね。 LINE の登録は、この動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら、簡単でしょ。こっちの青い文字でも、そのままクッションが変えるよ。俺様もイケメンだぜ。もらってきます。あー、ノイズ。色はピンクもあるよ。青はノイズにあげちゃおっか。みんなもゲットして、お友達に自慢しちゃおう。わっしょーい。今日のお絵かき、
してくれる人はこのボタンを押してね。ポチベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしたの？